さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は男性でも作りやすいマスクのご紹介をします。そろそろマスクを作りたいけどどうしようかなって思ってる方の、お役に立てたらいいなと思います。で、今回はいろいろと考えたんですけれども、水通しのいらない生地を使います。あとアイロンを使わなくてもできるような生地を考えてみました。そして、手縫いになります。はい、では材料なんですけれども、今回はこのようなタオルを使います。ハンドタオルなんですけど、これはダイソーに売っておりました。大きさはですね、これは 32cm×32cm なんですけれども、使うのは 18cm×18cm なので、その大きさが取れればいいですね。このタオルは内側の部分に使います。ちょうどこう肌触りがいいかなと思って選んでみました。そして、外側に使うのはこのような普通の生地、こういった歯切れみたいなのでもいいんですけれども、このような布もダイソーで売っております。今回はこのダイソーに売っていた枕カバーを使います。そしてこちらは使い捨てマスクの中に入っていたワイヤーです。今回使うゴムはこのソフトフィットゴムっていう医療品用の、ゴムを使ってみます。で、お裁縫道具ですね。こういった、メジャーと定規、そしてこれは自然に消える印付けペンというもので、これもダイソーで購入しました。ダイソーとか100円ショップにはこういったソーイングセットも売っております。これは一通り入ってるんですよね。縫い糸とか、あと待ち針も入ってますし、あと糸通しも入ってるし、ちっちゃいハサミもついていますね。縫い糸はちょっとずつしか入ってないので、こういったいろんな色が入っている糸のセットもあります。それでは作ってみます。ゴムを通す時にこういった紐を通すものがついてればいいんですけど、これは多分マスク紐についてたものだと思うんですけど、こういったのがないときはヘアピンでもできますね。ヘアピンに紐を引っ掛けて、こういう風な感じで、紐を通してやることもできます。それではタオルの方の生地なんですが、このように開いてもらうんですけれども、カットの仕方はですね、端の方は切りますね。厚くなってて縫うときに縫いづらいかと思いますので、で、ここから18センチ四方で、切ります。今線を引いたんですけど、ここを切っていきます。このタオル表裏あるので裏にしますね。はい、それではこの、タオルの半分のところに印をつけます。18センチなので、9センチが半分なので9センチのところに印をつけます。はい、ワイヤーを用意します。上と下の部分はここ穴が開いてるんですよね。で、この穴のところからワイヤーを入れていきます。入れてもらって、で、ワイヤーの半分のところがここの真ん中に来ればいいんですけど、ちょっと分かりにくいかと思うので、ワイヤーとワイヤーをこう折ってもらって、真ん中こう折ってもらうとワイヤーの真ん中が分かりますので、だいたいこの線引いたところとワイヤーの真ん中が合うようにしますね。そうしましたら、ワイヤーとワイヤーの端がここなんですけれども、端のところに線を引きます。そしてタオルにもよるんですけど、ここの幅がこのタオルみたいに広いのもあればちょっと狭いのもあるんですね。で、ワイヤーはすごく幅が狭いので、ワイヤーがこうすごく上下すると思うので、ワイヤーの周囲を縫う感じになりますね。ワイヤーのちょっと下のあたりに線を引いて、で、ワイヤーの周囲をくるっと縫っていきます。で、縫う前に待ち針で
ワイヤーのすぐ下を留めた方がいいと思うので、裏側が上になってるんですけども、こっち表ですね。ですが、この上の方はプリントの布の方がかぶさるところになるので、この束結びしたのが表に出ても大丈夫です。では縫っていきます。ちょっと細かめに縫った方がいいですね。で、分かりやすいように黒っぽい茶色の糸で縫っていきます。こんな感じですね。玉留めを覚えておくとすごく便利だと思うので、ちょっとこの表側で玉留めしますね。こういうふうに糸の下に針を置くんですね。親指で針と糸の上を押さえます。動かないように。そしてこの糸を2回巻きつけます。1、2。そして、巻きつけたところを親指で押さえて、押さえたらば針を引き抜きます。そうすると玉留めがこういう風にできます。端のところで切れば OK です。このような感じで縫うことができました。両端ですね、ワイヤーとワイヤーの端のところは細かめに縫った方がいいかと思います。ワイヤーが出てこないように。それでは待ち針を縫いて、はい、続きましてはこの大きい方の布を、置きます。表側が下になるように置きます。さっき裏の方を見て縫ったんですけれども、裏が下の方になりますね。この大きい方の生地の真ん中にこのタオル地が来るようにするんですけど、真ん中どうやって決めればいいかなと言いますと、ここの両端は4センチのマスク紐通し口なので、4センチあればいいですね。ここが、ここも4センチ、ここも4センチ、4センチあれば大丈夫です。上と下は3センチあれば真ん中に布が来ていることになります。ちょうどいいですね。ここがだいたい真ん中ですね。そしたら待ち針で留めていきます。上と下を縫っていくんですけれども、まず下からいきますね。この大きい方の布をここ半分に折ります。で、ちょっとアイロンを今日は使わないので手で、手アイロンですね。半分に折ったらまたさらに半分に折ります。このタオル地の上に来るような感じですね。かぶせたところがこういう風な感じで、待ち針で留めます。上も同じようにします。今待ち針で留めたところを縫っていきます。縫い方はですね、縫い目が表に出ない縫い方になります。この後ろの方から針を刺します。ここですね。縫い方はまつり縫いになります。このタオルの生地とこの上の生地の生地をすくうような感じで縫います。まずこのタオル生地をすくって、上のプリント生地をすくうような、こんな感じですね。こんな感じですね。タオルの生地をすくって、プリント生地をすくって、こういう感じですね。こういう、ちょっと見えにくいかな、縫い目こんな感じですね。
ました。さっき黒い糸で縫った時は結構細かい縫い幅だったんですけど、この裏合いでもいいですね。この見えますかね、ちょっと白い糸に変えちゃったので。では玉留めして、最後まで来ましたら表の方で玉留めしてもいいですね。このマスク紐の通し口でこうかぶさるので。はい、それでは下の方も同じようにまつり縫いしていきます。はい、そして下の方を縫う時はこういう向きで縫ってもいいんですけど、逆にして先と同じように縫ってた方が楽かもしれないですね。このような向きで縫う場合、待ち針が上を向いてしまってると手に刺しちゃうので、下に刺し直した方がいいですね。でこの縫い方ですと、このタオルの上の方をすくってるので裏の方に縫い目は出てこない縫い方になります。はい、縫い終わりました。では待ち針を外しますね。で、ワイヤーが入ってる方こちらですね。これこちらを上にします。ここまで来たらあともう少しです。5時の鐘が鳴った。ひっくり返して、で、この上と下で2段ぐらいになるように、プリーツを作ります。こう生地をこう上に持ち上げてもらって、この山折りと谷折りをしてる感じですね。ここが山折りでこっちが谷折り、こういう風に折る感じですね。慣れない方はわからないかと思うんですけど、生地を持ち上げて、ここの上のところ山折りになって、こう下が谷折りになってる感じですね。こういう感じですね。そして折ってった時に、ここの上と下の長さ 9.5 センチぐらいになるように折ってみます。こんな感じですね。そしたら裏返します。でマスクの紐通し口を作るんですけれども、今日アイロンなしなので、この両端はまっすぐかちょっと内側影になるように手で癖をつけますね。今日はねアイロンないので、ちょっと手で押してもらったらば、ここがハンドタオルの場所なんですけど、2回折りますね。このタオルのところまで持ってって1回折りますね。そしてタオルの端のところでもう1回折る感じ、こうですね。2回折ります。待ち針で留めておきますね。こんな感じですね。左側も同じように、このようにできました。紐通し口のところを縫えば、縫うのは終わりになりますので、もうちょっと頑張れば終わりですね。慣れない方はこの裏の方を見て縫ってもいいんですけど、表を見ながら縫うと割とまっすぐ縫うことができると思います。でちょっと表の方を向いて縫っていくんですけど、この入り口とこの最後のところですね、ここは、ちょっとマスクの紐と押し口なので、ちょっと丈夫にしたいので、同じところに何回か針を刺します。この縫い始めは玉結び下結び目が表に出ないように、この内側の方から針を刺していきます。最初のところは何回か同じところに針を刺します。
さっきの縫い方と違ってこれは裏の方にも針を通すことになりますので、裏の方針を刺して裏まで刺しても OK です。こういう感じですね。今同じところに 2,3 回針刺しました。でここから並縫いをしていきます。縫い目はこういう感じですね。こんな感じで最後まで縫っていきます。で、縫う場所というか裏側で言えばここの下のところを縫ってる感じですね。たまに後ろを見ながら縫った方がいいですね。ここから外れてたりすることがあるので、私もあるんですけど、最後のところまで来ました。最後のところも同じところに 2,3 回針を刺してちょっと強めにしますね。はい、そうしましたらここで玉留めしたいんですけれども、玉留めしたところが上に結構出ちゃうと思うんですね。ちょっと中の方に針をこういう風に刺してもらって、こんな感じですね。この辺で玉留めしますね。玉留めができました。ここからですね、このまま切るとやっぱりちょっと出ちゃうので、差し支えのないこっちの方にこう針を刺しますね。こう引き抜いていただくと玉留めしたのが中に入ります。このようなやり方をするとちょっといいんじゃないかなと思いますね。反対側も同じように縫っていきます。はい、できました。アイロンがなくてもここまで縫えましたね。ではマスクのゴムを通していきます。この表側を、ね、向けて通すといつもすんなり通るので、その方がいいのかなと思いますね。今回はマスク紐通し口がそんなに狭くはないので結び目が通るかなと思うんですけど、通りましたね。反対も入れますね。はい、できました。裏がタオル地なのでふわふわしてますね、とてもいてすごいぶつけてばっかりできました。いかがでしたでしょうか。ちなみにこの、枕カバーの生地はポリエステルっていう生地でしたね。ポリエステルが 100% なので、内側には使わず、内側はこうちょっとかぶせる部分内側になったんですけども、ちょうど口とかこう鼻の穴に当たる部分は、ふわっとした感触になったと思います。でこのマスク紐の長さは30センチにしたんですけれども、お顔の大きさとかにもよりますので、つけて調節してみた方がいいんじゃないかなと思います。このマスクは花粉や PM2.5 やウイルスなどの侵入を防ぐ効果は見込めないんですけれども、咳エチケットですとか保湿や保温にはとてもいいんじゃないかなと思います。作ってみたい方のお役に立てたらすごく嬉しいです。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。